続いてこちらです。駒の性格はい、超マニアックこれはいわゆる将棋の駒の、そうです、あの駒が、たくさん種類があるんですけれども。大丈夫、これ大丈夫です。続いて将棋の駒が持つ性格を乃木坂のメンバーに例えて分かりやすく紹介。こちらです。まずは1個ずつ、はい、こちら歩っていう子なんですけど、ここにいっぱいいる子で、先頭にいるね、はい、この子が動き出さないと全てが始まらない。これだから将棋ってもう戦争なのよ、ね、王様、要はこれ軍隊、歩兵よ。で王様がここに陣取ってて、これ取られたら終わりっていう、はい、歩が相手の陣地に入るとすごい強くなるとか、いろいろ裏返ると変化する、はい、知ってる、おじさん詳しいな興味ないふりしてるけど大好きだけど、いやいや小学校の時とかやったじゃん。歩はな、誰なの？歩はですね、イコちゃん、イコマさん。イコマが歩なの？はい。あ、どうして？なんで雑魚みたいだな。まず自分が自ら必ず進んでってくれる。なるほど。で敵陣、まあ、敵陣って言ったらあれですけど AKB さんに行ってちゃんとなって頑張ってくれたっていうので。ありがとう、リコちゃんは。ありがとう、上手。続いて強者。わかる、強者。強者っていうのはですね、強者知ってる、はい、まっすぐはどこまでも進めるんですけど、後ろとかにはちょっと進めない、バックはできない、前だけを見てる駒なんですけど、うん、この駒は農場さんとラリンさんが合うかなと。すごい前にやっぱバラエティ番組とかでも必ず行ってくれるじゃないですか。ビョンっていくから、はい、行くから、もうまっすぐだけビョンっていくっていうね。たまにこう行き過ぎて急にあの取られちゃう時とかもちょっと不器用なとこもあるんですけど、そんなとこそんなとこも可愛らしいって。続いてケーマ。ケーマ、ケーマ、あ、知ってる人多いね、はい。基本的には前とか後ろとかしか行けないんですけど、この子はかなりトリッキーな子で、トリッキーだよ、はい、変なとこに飛んでいける駒、一箇所どっちかな、はい、ちょっと変わっているので、この駒はかずみさんといくちゃん。あら、あ、変わり者ってこと、はい、あ、そうね、頭おかしいもんね。おかしくない、なんでですか、おかしくないですか。いや、二人とも桂馬だって桂馬か、同じとこ座ってるしね、今日も。確かにトリッキーな動きを見せる。続いて銀です。銀、銀はですね、割とあのもう硬い駒で攻め駒に使われるんですけど、攻め駒、はい、うん、この子はもう本当攻めるときはまずこの子を使っていくぐらいな感じなんです。前と後ろの2、その2箇所けどね、はい、うん、これはまああのこう2枚こう同じ位置でこういるんですけど、これは若月さんと麗華さん、そうやったよ、はい、こう舞台とかもやったりとかしていろいろ攻めたりしてるので、あ、まあレズだしね、いいよ、違います、仲良く同じとこにあるとか強調しましたけどないです。若月すごい敏感だな、その辺の今もうこのキャラクターをどんどんなくしていこうっていうでもそうするとロボットしかなくなっちゃう。そうすると似たことないですか、レズかロボットだな。レズロボットやろ、レズロボット、続いて、この辺はもうだいぶもう斜め後ろに行けないだけだ、はい、あの基本的に駒がさっきあのなるっていうのをやったんですけど、うん、なったらみんな金になるんです、ね、みんな金なんだ。それぐらい強い駒で基本的には守りをしてるんですけど、まあ、最後によく聞く王手とか、王手とかする時に攻めに急にこう最後のすごい使える駒なんですけど、金はですね、ここの王様の横にいて白石さんと橋本さんが、を守ってるわけね、はい、もうやっぱりもう固い2人、もう2人がいないとダメなんですけど、こう最後にはとどめも刺してくれるということで、2人がいいかな。続いて、いや、飛車角がかっこいいんだよ、はい、ちょっとこれって駒も大きいんだよね。そうなんですよ、飛車の角っていう、強い人とやるとき飛車角なしでやったりするようなね、はい、それぐらいこの駒ってのはすごい重要な。角はどう動くの？角はですね、斜めにどこまでも進める、斜めだったらいけちゃうんだ、はい、なのですごいいい駒です。ビュンっていける。この駒はですね、南が、え、はい、あれ聞いてらっしゃいました？聞いてます。あの結構南とかわかんないみたいな感じかと思いきや、結構こう面白いことを結構バッと話題になったりするので、こう変化球というか
変わった動きができる相当クセモンだよこいつトリッキーだ知らないとこから牛にキョン来たりするはいこの後が飛車飛車だこいつはいいやつっぽいな飛車はすごくてあの角とは違って今度縦に縦横どこまでも行けるんですけど飛車はアスカがあー、漢字もそうですね字が入ってる漢字もそうなんですけどあのやっぱ飛車角でこうなんか私的にはこうなんか2人にこうセットで強い駒としてわかるここはもう本当なんですかこの駒の中でも武闘派のね、はい、一番働いてくれる、かっこいい駒だよね、はい、いいねそして最後これがないと王だ来た王様、まあ、王様は、まあ、基本的には自分はそんなに動かず、うん、もういるんですけどもうこの子がいないともうダメなんですね負けなので負けちゃう、ね、なのでこれは西野さんが、うんはい、西野さんあ私っていうかと思ったえお前かいそこまでの振りだったら自分が出てこねえなと思ったからあれ最後まで行っちゃったと思ってこれが私そっちの方がいいの面白いじゃん、うん、西野はい守りたくなるやっぱり存在なのであまあね、はい西野さん西野に攻め込むんだすげえこんなにあからさまに褒められることないよ王だっていいなどうよ、うん、申し訳ないいや王様そんなことないです王様ね、うん、そういうことよ、はい、あ面白いねなんか分かる今の説明聞いてたので、はい、やりたくなるみんなのキャラクターがよく分かった、うん、でも今ここの盛り上がりを超えれる